なんかかけ、なんかこれこの醤油全然なんか出が悪いなって思って、ちょっとかけて、まあこんぐらいちょっとかけた時になんかちょっとあのふっと目を向けたら醤油って書いてあって、別のとこにこれもしかしてソースじゃないよなって思って、匂い嗅いだらソースだったから、ちょっとね最初絶望したんですけど、まあ大丈夫でした。そうそう、あのもう食べれたもんじゃないわみたいな感じではなかったです。そう、醤油かけたからね大丈夫でした。はい、まあそんな話から始まったショールームでございますが、そう、47の素敵な街プロジェクトっていうことでありますよね。ちょっと私もあれ初耳だったんですけど、あの企画。そう、まあでもやっぱそのマリアがそのなんて言うんだろう、そのマリアがやっぱりそのジタバタとヘビーローテーションのなんで充電したんだ、ヘビーローテーションのね、あのミュージックビデオをあの作成したこともあって、そう、今回はファンの皆さんも参加でっていうことなんで、なんかあれだよね、例えばでもあれってなんか規定とかあるんですかね、映像じゃないとダメですとか、なんか各県なんかね、イベントで行った県のさ、なんか観光地をね、もしビデオで撮ってたりしたら、そういうのも送ってもいいと思うんだよね。ちょっとあの詳細はなんかあの詳しい細かいところまではちょっと見てないからあれなんですけど、そうっていうのもねいいんじゃないかなって勝手にちょっと言うんですけど、そうって思いますね。でもあれって顔出ししなくちゃいけないのかな、絶対ではないよね、どうなんだろう、絶対なんですかねああいうのって。うん、あーでもなるほどね、演奏動画とかガチ恋動画とか、はあ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 、なるほどなるほど、景色とかもあっていいと思うんだけどね。まあでもやっぱ今の時期っていけないから、その自分のなんて言うんだろう、難しいねそういうのは。なんか演奏動画はギター、ピアノ、ベース、ドラムからリコーダー、カスタネット、ハープになってるけど、これハープだよねあれ、ハープ、三味線、ハンドクラップなどだってさ、うん、私の弾けるバイオリンと三線が入ってないっていうハープって書いてあってめっちゃびっくりしたんやけどね、あ、久しぶりに来れた、ありがとう、嬉しい、ハーブ見事に私のできる楽器が入ってない、ピアノぐらいです本当にそう、3月の5日までです、応募締め切りが、そう3月5日までだ、まあね、なんか難しい、まあ顔出ししないといけないのかな、難しいよね、なんかあんまり顔出ししたくないなっていう方もいらっしゃると思うから、どうなんだろうね、なんか自分の推しの剣のありったけのグッズを集めて飾ってガチ恋工場とかでもいい気がするし、
顔って映さなくちゃいけないのかね、難しいよね。そう、顔映さなくてもいいんだったらなんかできそうだけどね。まあぜひ皆さん応募してくれると嬉しいです。はい、ということで、本日からね、愛媛県でも夏目友人帳の新作が上映開始されたということでおめでとうございます。そう、今日から追加上映が、だいたい多分どの県でも今日から追加上映が始まったと思うんですけど、楽しみだね。まあ嬉しい限りです。本当になんかマジ愛媛でしかやん、愛媛でしかじゃない愛媛ではやんないのかなって思ってたから嬉しいね。友達はもう明日行くって言ってました。そう、追加上映です。もともとなんか東京とか福岡、熊本、大阪とか限られた県でしか見れなかったんですけど、今回多分 ほぼ47都道府県ほとんどなんじゃないかな、ちょっと確認してないからあれなんですけど、結構追加上映が決まって、で愛媛県もね3つぐらい入ってたので、確か海老古正樹と新居浜と今治ぐらいだったと思うんですけど、そう。でもあとグッズもね、なんか通販で買えるようになったみたいなので、それがめちゃめちゃ嬉しいです。多分絶対さ完売とかも出て、結構夏目友人帳のグッズ買えなくって、前回の劇場版の時に映画見に行ったらもうグッズが何一つなくって、パンフレットもなかったのよ。そう、パンフレットすらないからわかんない。でもそう、まあ、今がねちょっとあれだから、まあ多分たくさんなんか人が行くって感じではないと思うけど、まあ、だからちょっと通販でグッズをね買えるのもめちゃめちゃありがたいなって思います。そう、やっぱ劇場版の時本当に売り切れると思わなくって、マジでもう欲しいもの何一つ買えなかったのね、その時は。なんか唯一あったサウンドトラック CD を買った、その時は。そう、まあ、パンフレットすらないとは思わなかったんですよね。でもまあなんか結構多分そういうとこがあって、また再入荷、グッズ再入荷されますね、あって無事欲しかったものもゲットできたということです。まあ、でもさ、やっぱ私ね、その今回の夏目友人帳の新作で思ったのが、やっぱり1週目の特典は本当に欲しかったなって思ってて、やっぱりその緑川先生の絵って本当に強いんですよ。欲しいな欲しいのになってなってね。そう、でも夏目友人帳ってマジで長いから、アニメ開始放送ん、アニメの放送開始されてから本当に長いから、多分今年で12年とかかな、多分そのぐらい、2018年あたりで10周年だったんですよ。そう、だからまあそのすごい結構長いから、その分やっぱりファンの方も多いと思うから。でも愛媛でね売り切れるとは本当に思ってなかった、わいそう、多分そう、ま、夏目友人帳めっちゃ人気です、本当に。そうそう、なんかね、やっぱ私の好きなアニメって結構なんかマニアック、マイナーなんじゃないとか、よくアニソンとか特にそうなんですけど、マイナーなんじゃないみたいに言われるけど、全くそんなことないマイナーじゃない、人気な作品ばかりです。はい、それでもね、なんかかからないんだよね、もうね。アニソンさ、今までそう夏目友人帳のアニソンかかったのなんて聞いたことないよ、そのアニソンの特番で。そう、本当にそれだけ
それだけマジでね、いつもなん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 って思ってしまうんですよ。ハンターハンターとかもさ、かかっていいのにね、ね、本当にね。ハンターハンターもかかってもさ、おかしくないと思うんだよね。そう、うん、マジでそうです。そう、でも結構夏目友人帳って一応深夜アニメではあるんですけど、その深夜アニメの中でもなんかすごい長い間続いてるアニメって結構珍しいみたいで、その私なんかどれが深夜アニメとかっていうのは全然わかんないんですけど、でもそう結構もう10年っていう月日があるので、意外とコア、いやコアでは全くない、ハンターハンターに関しては全くコアではないから、もっとコアなの知ってるもん私。もっとマイナーなの知ってるから私。そう、いまだにね、姉妹以外で、あ、そのアニメ知ってるよっていう人にね、同年代の子とかで特に、ね、会ったことないアニメとかも知ってますから。そう、まあ一作品だけですけど、そう、コアのアニメはね映画にならないから。そう、ハンターハンターはね、やっぱりでもハンターハンターもさ、多分年代的にはね幅広いって勝手に思ってます、私は。そう、私は勝手に思ってる。そう、やっぱり未だにさ、まあ救済はあれだけど、未だに続いてる作品だからさ、まあそれも言ったらワンピースとかもそうなんですけど、そう、やっぱりそのね、うん。そう、ハンターハンターね、でもハンターハンターって未だにコラボカフェとか、やっぱりそのイベントとかって結構あるから、そう、まだまだ人気なんですよ。でもね、そう、もうハンターハンターのさ2作目のアニメも放送開始からもう10年経つから、早いよね本当に。そう、ね、早いですよね。はい、喉が鳴りました。いや、ハンターハンターめっちゃ人気よ。そう、コラボカフェ定期的にやってる、アニメイトカフェのね、そう定期的にやってます、マジで。定期的は嘘かもしれん。そう、でも割とやってるし、ゲームもあるし、そう、全然人気だと勝手に思ってる私はね。そう、私は思ってます。はい、あ、はじめまして、夏目友人帳と聞いて立ち止まっちゃいました。ありがとうございます。そう、夏目友人帳のね新作が私の地元でも公開されたっていう話をしてて、でもそう、なんか夏目友人帳ね、なんかその今まで見たいろんな話を、なんかこういう話だったよな、ちょっとチラ見しててさ、ついついもう見ちゃうんだよね本当に。そう、なんか私4期全然見てないって言ったけど、意外と話見てて、まあ、見てない話もあったんですけど、そう、意外と見たんだ。でも逆にさ、この話見たけどどんな話だったっけっていうのもね、まあまああって、まあまあっていうか10話ぐらい多いな、結構。いや、10話は嘘、4、5、6、7ぐらい。そうだからね、でもね、やっぱなんか昨日その1期のさ2話とかね見てたけど、なんかこのシーンの絵好きだなとかいろいろあります。でもやっぱね、そう、1期とさ6期でやっぱ絵柄って結構変わった。この話何回かしたと思うんだけど、そうで、738日、ありがとうございます。そうです、っていう話をね、さやちゃんに延々とした記憶があります、私の中で。そう、なんかいかに1期と5期、1期と4、5期あたりでどのぐらい絵柄が違うかっていうのを画像比較みたいなので、さやちゃんも、あった、さやちゃんはね、夏目友人帳は多分そんなに知らないんですけど、その時は。だからこんな感じでちょっと違うんだよみたいな感じでなんか送ってて。そう、なんか一期とかって特にさ、本当になんて言うんだろう、なんかすごいのが、一期の絵柄って
これは個人の感想なんであれなんですけど、本当に夏のなんて言うんだろう、一気のあの時間、絵柄が丸くなった、わかる、めっちゃわかる。そう、なんか一気の絵柄ってなんかすごい夏の爽やかさもありつつ、ちょっとあのちょっとジメッとした感じ、わかります？なんかね、それをさめっちゃ表現されてるなって勝手に思ってるんだけど、でもなんか一気の方の絵柄は割となんかね、綺麗めなんですよね。綺麗めってなんて言うんだろう、なんか髪の毛はすっげーさら細くてサラサラみたいな、でなんか目もなんて難しいんだけど、結構まつげ、まつげ、結構まつげ結構まつげって言っちゃったけど、そう、なんか一気の方が原作にちょっと近いんだよね。そうで、なんか 3,4 期ぐらいで絵柄、あ、3期はでもやっぱ 4,5 期ぐらいで結構絵柄はね、その変わって丸くなったっていうのめっちゃわかる。割と髪の毛の感じが変わった気がする、個人的に。そう、個人的に。でもそう、やっぱね、どっちも好きなんですけどね。でもなんか一期は本当になんかその髪サラサラみたいな、割と原作より、かつでも私がさっき言ったなんかあのマジでその夏ってこんな感じだよね感満載なんかね、そうでも本当にそんな感じなのっていうのを昨日あたりで気がついたそう、黙るそう、あれ、あ、あれ、スマホ、はい、そんな感じです一期は綺麗め、結局どっちの絵柄も好き、わかるわかる。でもなんか一期とロッキーとかなんか見比べるとちょっと面白いなって思います。夏目友人帳、でもやっぱさ、その夏目友人帳をね進めていくにあたって、やっぱにゃんこ先生なんかにゃんこ先生がやっぱね、なんか最初気のせいだと思ってたんですけど、やっぱ思ってる方すごいたくさんいて、にゃんこ先生やっぱ大きくなったよねそう、大きくなった気がするね。ごめん、いきなり黙ったわ。そうなんかそう、あの夏目友人帳、まあ、を見てない友達にこの絵がめっちゃやばいって送った時に、なんかにゃんこ先生大きくなってないみたいなって言われて、でなんかわかるみたいな。そう、その時あのね、なんかロッキーのオープニングの一番最、ロッキーのオープニングのあの絵を見せたんですけど、その時になんかにゃんこ先生大きくなったよねって言われて、確かにってそうめっちゃね、それでちょっとね笑っちゃったんですけど、ああ、人よし行きたい。でもなんか夏目友人帳の中でやっぱ私はね、そのなんか時々その夏目くんの友達とか、あの夏目くんと一緒に住んでる人、藤原夫妻目線の話が本当に好きで、もう泣いちゃう泣いちゃう、本当に泣いちゃうの。そういう話に私は弱いそう、マジでそういう話に弱いんです私は。だからそのゴキの瞳子としげるっていう話と、あのロッキーの西村と北本っていう話が本当に好きなんです私は。本当に本当にそういう話に弱いんです私は。あと文化祭ね、文化祭も泣いちゃうもん、あんなの本当に。そう、
飲みすぎかな。そうですね、やっぱお酒は飲むし、南子先生ってお酒飲むし、やっぱ七つじ屋の饅頭も好きですし、まあ食べるのも好きです、食べるのも好きだからね、まあ飲み食いしてるからそう。でもなんか本当に、でもあれはね、きっと幸せで大きくなったと思うんだよちょっとわかんないけど、そう。そう、なんか本当にそういう、マジでさ、そういう話に本当に弱くて、そう。そうだから本当にその2つの話めっちゃ好きなんですよ。あと原作、私原作夏目一日の原作もゆるく集めてるんですけど、20巻21巻あたりでその西村が主人公じゃないけど結構西村メインの話があったんですけど、その話もめっちゃ良かった。ほんまに黒いにゃんこ先生の話は、あ、黒にゃんこ、あの話も好きね。いいよね、黒にゃんこ可愛いよね可愛いよねで終わってしまうのはちょっと問題なんですけど、なんかやっぱにゃんこ先生ってさ、なんか割とやっぱおっさん臭いところがあるから、なんか喋らないとこんな感じなんだなって思ってる最初そう、やっぱそう、やっぱお酒飲むし、なんて言うんだろう、やっぱちょっとおじさん臭いところがあるから、なんかそう、黙ってたらこんな感じなんだ、めっちゃ可愛いなって思ってそう、藤原夫妻の話はカラスが出て、そうカラスのそれね、一番最後のシーンでもうダメなの、私は本当にダメなのいや本当にもうダメなの、あのシーンが本当に好きで、そうね、うん、マジで、っていうかね、あのトウコさんとしげるさんも本当に好きなんですよね、もうね、本当にもう言葉にならない、いざという時まだらになるのが最高。でも確かにやっぱまだらってかっこいいもんね。そう、ギャップっていうのはねあるでしょうね。そう、まあやっぱね、夏目友人帳、結構にゃんこせ、あの夏目友人帳のね、喋るスタンプ出てるんですけど、割とにゃんこ先生はね、あのちょっと面白枠として私使っちゃってて、でも結構使いやすいです。そうだからいつも、そうだからいつもね、夏目友人帳好きな友達にね送るんです、そのスタンプを私は。はい今日金曜日か、そっか、今日金曜日か、もうね、あの曜日あんまね、曜日を気にすることがもうマジでないから、今日何曜日だっけがもう、まあ、毎日思っちゃう。そんなもんか、毎日思うよね。りょうてんちゃんが呪術廻戦見ながら配信してる。あ、ゆりなちゃん見てる、あれかな、ね、いや、なんでネットフリックスが出てきたの、今放送してるのかな、ちょっとわかんないけど、なんかあれだね、お代理も昨日鬼滅の刃やってたし、なんか私もねやろっかな。あー、でもあれか、いやでもあれか、別の端末で見ればいいんだ。なんか確かにやってみるのはありだね。みんなもう、もうガン、あ、もうみんなもう全然見れないけど、ガン虫で私が話すみたいな。ガン虫で、その私が見て、あ、やばいね、このシーンみたいな感じで。もう最高じゃん、みたいな。もう見るとしたら何見る？夏目友人帳ええみたいな。そう、もうみんな置いてけぼりでも見るみたいなもうみんな置き去りにするみたいな。そう、
でも見るとしたら何なんだろう。でもやっぱ鬼滅の刃とか呪術廻戦って割とたくさんの人が見てるからこそみんなわかるっていうのはあるよね。でもちょっとまだ私はね、なんか鬼滅の刃を見るっていう気持ちに慣れてないから。そうね、もうみんなが全く見てない話はもう勝手に見るみたいな。でそれで、あ、このシーンいいよねっつって、ね、どんなシーンなんだみたいな、もう全くわからないぞみたいな。結局夏目人生に戻る。戻っちゃうね。戻っちゃいます。なんかね、なんで私なんだ、夏目友人帳ってさ、あとごめん、夏目友人帳の話まだ戻るんやけど、なんかねやっぱアニソン、オープニングエンディング、あー BGM、 サウンドトラ BGM めっちゃいいんですよね。もうやばい。ぜひ見てください。ぜひ見てください。あ、でもそう、聞いてください。私まだね、ロッキーの鬼太郎見終わってないんですよ。その配信もいいかな。うわ、でもさ、きっつ。絶対さ、楽しい話ではないから、最後2話だけ見れてないんですよ。最後2話じゃない、3話ぐらい。なんかあの、なんだっけ、最終回の1話前のやつは見たんですけど、ちょっとね記憶が曖昧なんですよ。そう、でもさ、配信に出でもマジでさ、その最終回目前の話を見たけど、もうみたいな、ちょっと困惑困惑みたいな。そう、絶対最終回やばいよね。でも私、そう、私そんなにね、あんまり泣かないタイプの女だから、そう、泣かないタイプの女だからっつって、そう、そう、鬼太郎はね、6期まであるんですよね。長いんだよ。そう、あんまり泣かないタイプの女だからってちょっと意味わかんないんですけど、そこまでね、なんかめっちゃ涙もろいってわけじゃないんですよ。そう、泣く話は泣くし、めっちゃ感動しても泣かない話は泣かないっていうことも結構ある。そうですね。なんか夏目友人帳の劇場版に関してはさ、涙が出なくて、ずっとね、イッイッってめっちゃ言ってて、もうなんか本当に感動しすぎて涙全く出なかった。だからね、そう、友達にね、友達と一緒に見に行って、カオルちゃんめっちゃ泣いてないって言われて、え、泣いてないっつって、涙出てないっつって、マジでって言われて、そう、なんか本当にやばかった。でもやばいんだろうな、どうなるんだ。もう終わってから1年はもうすぐってか、去年の3月だったからまだ一応大丈夫だけど、そう、でもそう、鬼太郎もね、なんかロッキー終わったんだって感じが全くしないんだよね。そう、そのやっぱりその鬼太郎って、まあ、5期終わってから 10年ぐらい経ってまたロッキーが始まったから、そのリアルタイムでされている世界に生きてるっていう実感ができたのはめちゃめちゃありがたいなって思いました。もちろんその7期じゃないな、されてた時は生きてたんですけど、なんかね、そのやっぱそういうのってさ、大人に分かりやすいじゃん。割とさ、小学生の頃のこととか幼稚園生ぐらいかのことってあんま覚えてないのもあって、そう、なんかね、そういうのがね、ありがたいなって思います。鬼太郎のね、四大プロジェクトのことはもう、あの考えてもわからないから、もう考えないことにしてますもん。はい、でも鬼太郎のさ、泥多忙の話めっちゃ好きで、
あれもね涙が出るんですけど、でもね好きなんだけどやっぱ辛いんだよね。だからそう考えるとやっぱ鳥取帝国が好きです。鳥取鬼太郎の日記を見てほしい。そう見たいんだよね。なんか見れるかな DVD ってこの前も話したよね。そうやっぱ1期2期3期4期も見たいんだよね。特にやっぱ4期も見たい。4期はさ4期ねえ何言ってるんだろうね。4期はいろいろドンピシャんなんだだからある。鬼太郎の第一シリーズの DVD もあるね。あ、5期の36枚。お、やっぱあーでもそうだね。なんか高音のさ、そうだよね。3期はあれだもんね、ブルーレイボックスが出たもんね。4期ってどうなんだろう。今ネットショッピングっつうかあのネットで見てます。4期 DVD ってすぐ出てきた。うわこれは3期じゃい。え、これは5期。4期なくね。え、あこれ、あこれか。よかったびっくりしたあるんだ一応。あ DVD ボックスあるんだ。うわうわっつって。そう、東映アニメオンデマンドっていうのがあるみたい。そうなんかね、私最初5期が本当に見たくってマジでね入ろうか悩んだんですよ。それにでもあの U-NEXT あるからどうしようって思ってたらね5期入ったから、マジでありがたい、わっしょいわっしょいだから本当に何言ってるんでしょうね。何これ。え、19枚組114話って多いな。この DVD ボックスも DVD じゃねえ、いや DVD だ。え もうなんかもう本当に普通にさネットショッピングみたいにしてる。いや違う、別に買ってるわけじゃない、見てるだけです。いや意味が分からん。そうでもなんかさ4期の時の鬼太郎の絵柄もめっちゃいいよね。私あれ好きです。好きです。なんかこの連合企画っていうのがあって、純金の目玉おじさんが当たるプレゼントキャンペーンとかやってたんだね。すげえな。やばいな、全然進まん。商品ご購入はこちらからっていうのが全然進まん。何してるんだ。一番長くやってたの何期なの。知らないんだよね、どうなんだろう。5期が100話ぐらいで6期が90何話ぐらいだったんですよ確か。ん、そのぐらいで、まあ4期が114話だったので、どんどん、ね、でもどうなんだろう。1期に3、いや何言ってるんだろう。3期、いやでもわかんない。3期が115話まで、はい、でどうなんだろう。3期かな。じゃあ私3期って予想しとく。いやでも1期の可能性もなきにしもあらず、でも3期って決めたから3期までで、2期が45話まで。少なっ。え、なんでこんな一気に減った。でも1期と2期って、いやでも話的につながっとるって、あれ知らないんだよねそこまで。
私3期が一番長いって予想しとく。さあ1期は、あれちょっちゃん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 、第一シリーズ65話だそうですだそうですつって、3期でした。おめでとうございます、ありがとうございます多分3期が一番長い、まあ、3、4が一番長いかな。もう僅差だからね、そこ。そうでもなんかそう考えると長いよね、本当すごいよ。でもそう、だいたい2年ぐらいはね放送してるんですね。そう、はい。でもなんかね、どれかなんかブルーレイボックスコンプリートボックスみたいな、どれかの機能ちょっと出てほしいね。どうなんだろう。でもコンプリートボックスあるけど、3期はねブルーレイ出たんだけどっていう話はもうね昨日からずっとしてる、ごめんね。そうでも4期とかあたりもなんか出てほしいなってね思っちゃうんだよね、ブルーレイボックス。ああ、そうか、6期は97か。ええそうです、オープニングがね。そう、ああ気がつけば鬼太郎の公式ツイッターに行ってしまっている。でもそう、なんかね準備中の情報を毎日しら見せしていきますって、もうファンをね、もうファンを困惑させにかかってる本当にまあね、ちょっと3月7日をもっと楽しみにするためにとね、チラ見せ、もう割とガチなチラ見せ、なんか私のさ一時期やってたそのインスタの明日の投稿これですのチラ見せぐらいガチなチラ見せだよねそうじらしますね本当に。3月7日をね楽しみにしましょうはい、というわけでじゃあね、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。はいじゃあね、ランキングを読んで終わりにするよ。はい、13位おひでさん、12位せつなさん、11位いたちゃんさん、10位るみつさん、9位キャパさん、8位ともさん、7位飯田ひろゆきさん、6位はやちゃんさん、5位プレジョンさん、4位たまくにさん、3位夏目さん、2位カラスのかくさん、1位がイーさんでした。はいはい、というわけでね、今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい、またね、ありがとうございました、またね。ありがとうございました。